こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、オーストラリア初のスポットイーサー ETF が本日から取引開始となっています。提供はモノクロム、シーボにて上場となっています。で、オーストラリアでの ETF はですね、8月にスポットビットコイン ETF が取引開始となってますけども、現時点での運用資産は 165BTC ほどのようですね。香港のスポットイーサー ETF もあまり盛り上がってないですけども、オーストラリアで需要が生まれるのか注目ですね。あと先週の仮想通貨 ETP の全般のフローが出てまして、全体でプラス 4.07 億ドルの純流入となってます。国ごとではほとんどが米国、アセットごとでもほとんどがビットコインになってます。アルトはプラマイゼロあたりになってますね。あと昨日の米国の ETF のフローは、ブラックロックがまだ公開されてませんけども、全体でプラス 4.7 億ドルの純流入を記録してます。フィデリティ単体で 2.3 億ドルと、大きな流入となってます。ただイーサはほとんど動きなく、全体でも数百万ドル規模のプラスとなってますね。ビットコインの価格は現在6万5700ドルあたりを推移しております。週末から昨日にかけて発表された注目指標の方では、中国関連のものが集中してました。先週末に中国財省の会見が行われまして、内容が薄かったことから、週明けに中国株の失望売りが警戒されてたんですけども、蓋を開けてみたら、中国株が大方の予想外の反発を見せまして、その時間帯以降ですね、米株各指数、ビットコインなど、リスクオン資産全般が上昇した展開となりました。米国債金利は 4.089 を推移しておりまして、ナスダックが 2439、S&P 500が 5875、ダウ平均が 43065、金ゴールドが 2651 ドル、日経平均が 42,32 円、ドル円が 149.62 円となっています。SP500、ダウ平均がそれぞれ ATH 更新となってますね。あと個別株の方では、仮想通貨関連株も全般的に伸びてますけども、NVIDIA が再度 ATH 間近になってるのが世間的には話題になってます。仮想通貨の AI 銘柄もこれに続いて伸びてますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 7.91%、額として372億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.98%、バイナンス面はショートが 58.9% と下寄りになってます。今後の指標としては、本日10月15日に A 雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、10月16日に ACPI PPI、 10月17日にユーロ ECB 政策金利、米国売り上げ高、米フィラデルフィア連銀景況指数などが控えております。で、他アナリストの見解ではですね、先物の OI の急上昇から、市場が強気になっているとかですね、あとは Google 検索でのビットコインという単語の検索量が年間最低水準となっていることからですね、まだ市場が過熱してない、まだ伸びしろがあるんじゃないかといったような見解が注目されています。で、先週末の動画ではですね、今週入るまでに6万4000を超えておきたいところという話をしましたけども、中国株が耐えるというサプライズからですね、長らく抜けれなかった分岐点の6万4000を抜けて、現在6万6000ドル台となっています。 OI も増えてですね、 ETF の流入も多くなってますね。で、これから取り上げる仮想通貨市場単体のファンダも、悲観的なものもなくですね、明るい話題が多いんで、何も事故なければ17日の米小売り前までは強気傾向が続きそうだなと思います。次目指すところは6万8000あたりになると思うんですけど、指標としては本日日本時間21時半にですね、米ニューヨーク連銀製造業景気指数が控えております。事前予想では、前回イレギュラーと言われてた 11.5 から0.0 への調整が見込まれてますけども、こちらも果たしてどうなるんでしょうかね。本日21時半あたりにどのように動くのか注目です。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2630ドル、 BTC 建ては0.04回帰と、先物の方では OI は全体でプラス 13.86%、 額としては130億ドル相当、比率とした全体ではショートが 51.3%、 バイナンス面はロングが 64.3% と下寄りになっています。先週末から比べると、市場全体の上昇に合わせてドル建て、 BTC 建てともに上がってまして、 OI も急上昇してますけども、ETF はほとんど動きない状態で、チャートもドル建て、 BTC 建てともに抵抗抜けきれてない状態なんで、ビットコインと比べると未だ楽観的になれる要素が少ない印象があります。チャートだけ見たら、上は2700を超えられるかどうか、下は2400ドル台のそこで耐えられるかが焦点になると思います。こちらも本日21時半にですね、どのように動くのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。
ハリス氏が仮想通貨に関する政策を発表したのが話題になっています。ハリス氏は黒人男性のための機械アジェンダと呼ばれる提案を発表してまして、内容としては企業を目指す黒人起業家に最高2万ドル、計100万件の融資を提供する計画だとか、娯楽用マリファナを合法化するとかあるんですけども、仮想通貨に関わるところの内容としてはですね、これまでの調査によると黒人アメリカ人の約 20% 以上が仮想通貨を所有してるんで、彼らの資産形成を支援するために仮想通貨に投資すると発表しています。ハリス・ジェーンはおそらくオバマのようにですね、黒人票と、新たな仮想通貨民の票を獲得するために、こういうのを打ち出してるんだと思うんですけど、一部からはですね、黒人限定の政策ってどうなんだみたいな、当たり前のような批判が出てますね。で、一方トランプ陣営はワールドリバティフィナンシャルのホワイトリスト登録者が10万人を突破したと発表しています。本日から一般販売予定となってまして、先日目標3億ドル調達を掲げてましたけども、どの程度集まるのか注目ですね。で、大統領選の賭け市場の方ではトランプ氏 55%、 ハリス氏 44% と、さらに差が広がってます。大統領選の行方にも注目ですね。あと他では 8000BTC を捨てた男ハウエルズ氏がニューポート市議会を訴えたことが話題になってます。で、このハウエルズ氏はですね、2009年からマイニングしてたビットコインの入ったハードドライブを2013年に誤って捨ててしまって、その後約10年間にわたってハードドライブが破棄されたとされている埋め立て地の所有者であるニューポート市議会に回収を要請してきたんですけども、ほとんど無視されてきたと。で、そしてハウエルズ氏は1300万ドルかけてそこの元埋め立て地の責任者を含めた発掘チームを結成して探ろうとしたけども、それも市議会に拒否されたと。なので失った 8000BTC が ATH に到達した時の金額 6.4 億ドル相当の損害賠償を求めてニューポート市議会を訴えることにしたとのことですね。6.4 億ドルって日本円で約1000億円ですからね。ビットコインの価値が上がればまた変わってきそうですけど、ビットコインのセルフゴックスめちゃくちゃあるんですよね。最高マス2100万枚なんて言われてますけども、実際動かせるものってもっと少ないんでしょうね。ETF の時代にこの物理的なゴックスの話めちゃくちゃ心痛いんですけど、この訴えが通ったら通ったでね、今後も同じような主張する人が増えると思いますけど、こちらも最初どうなるのか、その後の進捗に注目ですね。あとここからはアルト関連になります。アバランチファーデーションがルナファンデーションガードが保有している約197万アバックス5700万ドル相当を買い取る計画を発表しています。アバランチファンデーションはですね、2022年4月に LFG に販売された全てのアバックストークンを買い戻す計画を交渉しており、現在は破産裁判所の承認を待っていますと。この措置により LFG がトークンの使用に関する当初の契約の制限に違反することがなくなり、破産管財人による生産の複雑さからトークンが保護されるとともに197万アバックスが財団の保有資産に戻りますと。これによりアバランチエコシステムの継続的な成長と発展をサポートする財団の能力がさらに強化されますと X に投稿しています。これ個人的にめちゃくちゃビッグニュースで、アバランチね、最近 RWA 関連とか、いろんなところで話題になってますけども、私としてはずっとこれが頭の中にあったんですよね。そう、ルナショックがあった当初もルナファンデーションがアバックスを大量に保有してるんで、これが生産されたらアバックスが暴落すると言われて、実際に USD の買い支えのために売りさばかりで暴落しましたし、その後もしばらくは警戒されてたんですよね。それから時が経って、この話題が風化して表に出ることはなくなったんですけど、私としてはアバランチの他のニュースを取り上げるたびにですね、でもアバックスってルナファンデーションこれあるしなって感じで、いまいち楽観的になれなかったんですよね。時価総額ね、100億ドルに対して5700万ドルは少ないかもしれないですけど、私としてはずっと引っかかってたんですね。ただ今回これがクリアになるということで、昔から見てた人は長年の懸念点が一つクリアになるファンダなのかなと思います。あとアバランチ関連では、アバランチチェーンと統合されているゲームオフ・ザ・グリードがエピックゲームストアの無料ゲームのカテゴリーで1位を獲得したことなどが話題になってますね。アバックスの価格は現在 28.7 ドル、 BTC 建てはマイナス 6.0%、 時価総額13位ですね。このファンダの調整からかデイリーでは比較的弱くなってますけども、ここからさらに上向けるのか注目ですね。あとアービトラムですね。アービトラム DAO が 2.25 億アーブ 1.2 億ドル相当のゲームファンドを撤回する案を出しています。アービトラム DAO は以前ですね、ゲーム系のプロジェクトを促進するためのゲームカタリストプログラム GCP というのを立ち上げてるんですけども、その GCP チームが DAO が設定した目標要求に応えられずに、計画が当初の予定通り進んでないと。 DAO メンバーが怒って 1.2 億ドル相当を全部解消する方向で動いてるようですね。で、アービトラム内でも DAO を支持する側と GCP を
GCP を支持する側で割れているようです。まあ、出資したものに対してね、リターンがないというのは、まあ、よく目にしますけども、チェーン内のゴタゴタが表面化するのは結構レアな気がしますね。あとアビトラムは今週のトークンアンロックでも4800万ドル相当と、まあ、大きなロック解除が控えてまして、まあ、こちらでも一部から警戒されてますね。アーブの価格は現在 0.56 ドル、EBTC 建てはプラス 3.3%、時価総額は54位ですね。トークンアンロックは明日16日となってますけども、まあ、そのあたりにどのように動くのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連ではソルブプロトコルが新たに1100万ドル調達、ハイパーリキッドがハイパーユベムのメインネットとエアドローリリース、リステーキングプロトコルのパファーファイナンスがガバナンストークンパファーリリース、クロスパイが L1 メインネットリリース、RWA プラットフォーム、スワムマーケットがコモディティトークンリリースを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。